水星の魔女に S 書きが多すぎると話題です。ついに2期が放送された水星の魔女、ファンたちの期待もかなり高かったことから、放送当時は関連ワードがトレンドを埋め尽くしておりました。また最新14話ではエアリアルの秘密、タヌキママの目的が判明し、ミカ姉が指名手配されるなど大きくストーリーが動いたため、ネットミンからめっちゃ面白いわ、こんな話動くとは、ガチで情報量多すぎて頭パンクしそうなどと言われておりました。ヤフー知恵袋に14話の展開について質問していた方もいたぐらいでしたね。このように困惑する視聴者が多い中、とある意味不明な言葉も一緒にトレンド入りしてしまいました。こちらメス書きです。ファンの間では有名な話なのですが、水星の魔女ではとにかくメス書きたちの出番が多く、セセリア、ペルシー、レネ、そしてソフィーを総称してメス書き四天王などと呼ばれており、ツイッターの予測では水星の魔女メス書きが出てくるほどなのですが、特に13話冒頭シーンで四天王の3人が集まった会話シーンはニコニコでも大盛り上がりしておりましたね。開幕早々メス書き多すぎんだろう、メス書きの過剰供給、メス書き欲張りセットなどと好き勝手言われておりました。また最新話では四天王の一人ソフィーがひどい最後を迎えてしまったため、エトミンから奴は四天王の中でも最弱、使い捨てメス書き、これがガンダムの分からせかなどとかなり話題になっており、違法水星の魔女のメス書き死亡というスレまで立ってしまいました。しかし前述の通り、メス書きはいっぱいいるため、どのメス書きだよ、吐いて捨てるほどいるだろメス書きをなおも混乱する方もいましたね。言い忘れましたが、メス書きというのはあまり一般的な言葉ではないので、決して人前で言わないようにしましょう。余談ですが、退場してしまったソフィーはかなりの人気キャラで、出番が少なかったにもかかわらず、ビクシブでは大量の作品が作られたりする方で、14話が終了した時はソフィー退場がトレンドに入っていましたね。中でもソフィーの相棒役ドレアの声を務めていた結城葵さんは、ソフィーの退場に耐えきれなかったのか、ソフィー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 と4連続でソフィーの名前をツイートしたことで、ファンからソフィーボットと化した結城葵さん、放送終了後からソフィーしか言ってないぞなどと突っ込まれておりました。ガンダム公式も我々の涙腺を刺激するような画像をツイートしていたので、結城さんの気持ちは痛いほどわかるのですが、肝心のソフィー役の声優伊沢さんはソフィーの退場に対してこのように青文字のみのツイートをされていたので、ファンからソフィー役の伊沢さんが死んでもうたわくらいのカジュアルさなのに、ドレア役の結城さんがメンタルやられてるのをなんか役とリンクしてて受け取る場合かとか言われていて、さすがに笑ってしまいました。さて、このように大人気のメス書き四天王、特にフェルシーちゃんはエトミに大人気で、外跳ね気味な髪型で大事な競技中にいたずらをしてしまうという共通点から、ウマ娘のウィンディちゃんと似ていると言われ、ホラー画像等が大量に作られております。ウィンディちゃんとはウマ娘において〇〇なのだという語尾で話すキャラクターで、エトミはフェルシーちゃんに対して語尾をなのだにしろ、あんまり大人を舐めるなよなどと理不尽な言葉を浴びせており、ニコニコでは喋るたびになのだって言えという高圧的なコメントが大量に投下されていました。かわいそうですね。今期屈指の面白さを誇る水星の魔女、かなりガンダムらしい展開になってきて、考察スレなんかが乱立している中、なんで水星の魔女はメス書きいっぱい出したんですか。減るからです。メス書きではなく天にメス書きだったなおと大真面目にふざけた考察とかもされていたので、よろしければ皆さんも漁ってみてください。天皇長だと個人的にはネット上で太ももが太い以外はまともな女とか言われているセセリアが一番好きです。本日のニュースでした。ご覧のスポンサーです。